自分の自由な時間を生み出す方法。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は質問をいただきました。ラムネさん、28歳女性、隙間時間を活用してインプットやアウトプットをするようになり、今までできなかったことができるようになったことを実感しています。しかし隙間時間ではやれない、ある程度時間を取って集中してやりたいことはどのようにやればいいのでしょうか。朝の時間が良いと言われていますが、現状では睡眠時間を削ることになってしまい、早起きは難しいです。時間がない人、やっぱり忙しい方っていうのは多いですね。サラリーマンの方もそうですし、主婦の方もそうでしょう。いろいろと勉強したいとか、本読みたいとか、何かしたいことたくさんあると思いますけど、なかなか仕事とか忙しくて自分の時間を取れないという方が世の中大部分なのではないでしょうか。時間がたくさんありますという人はね、とても贅沢だと思いますし、少ないと思います。時間術というものがとても人生を豊かに生きる、幸福に生きる、幸せに生きるためにね、とてもとても重要なことになります。とはいえ、やっぱり自分の自由な時間というのを作り出す、生み出すっていうのは難しい話なんですけど、1日って24時間しかありません。その中で自分のやりたいことっていうのはたくさんあります。そうなってきた時にどうしたらいいかっていうと、選択するしかありません。選ぶしかないってことですね。どうやって選ぶかっていうと、優先順位で決めて選ぶしかない。自分にとって優先順位が高いものを優先して行うし、優先順位が低いものを諦める、切り捨てる、やらないっていうことにしていくしかないんですね。あれもこれもやりたいってことになると全部できるはずがないです。それは1日24時間しかないので。だからまあ何か容量を良くしたり、生産性を高めるってことを、努力ってことをもちろんしてほしいし、そういうコツっていうのをまあ私の神時間術なんかにもたくさんね書いてあるんですけども、そういったものを当然やった上の中で、最終的にはね、やりたいこと100個あっても1日の中で100個全部できませんから、じゃあどれをやるのかやらないのかってことを決めるっていうことです。そのために重要なのは優先順位を決めるってことです。だから自分にとって一番今重要なのは何かということです。自分にとってどういう時間の使い方をするのが重要なのかってことです。逆に言うと、自分にとって重要じゃないことっていうのは何かってことです。それをできるだけやらないようにしていくってことです。まあテレビを見たりゲームをしたりするってことはね、まあ時々やったり気分転換にすることはいいと思いますけども、人生をポジティブに生きていく上で絶対どうしても必要な最優先事項だっていうふうにはならないと思いますけども、あまりそれほど重要でないことでも、まあなんとなくこう気楽にできるとか楽しくできるっていうことで、ついつい時間を使ってしまう人っていうのがね、多いと思うんですね。だからあなたにとって、まあ何を実現したいのか、何を達成したいのかってことを改めて設定すると、自分にとって今例えば何か資格の勉強したいとか、語学の勉強したいとか、そういうものが重要であるっていうふうに判断されたならば、そうじゃないものを切り捨てるしかないです。何かの時間を減らすしかないです。そこを自分でよく考えてみるっていうことですね。まあ、だから減らせるものないのかってことを考えるということもやっぱり重要ですね。あれもこれもってみんなやりたくなるんですけど、あれもこれもっていうのは無理です。とはいえ皆さん方の場合、やっぱりなかなかそういう時間が取れないっていうことが多いので、私は隙間時間を使えっていうのをとにかく言うわけですね。隙間時間というのは誰でもあります。全ての人にあります。電車乗ってる時も隙間時間だし、ちょっとした休憩時間っていうのも10分ぐらいの隙間時間もあるし、トイレに入ってる時間とかシャワー浴びてる時間も、少なくとも頭の中だけは自由時間になるので、隙間時間って形になりますよね。まとまった時間を取れない人っていうのは、とにかく隙間時間の達人を目指した方がいいというので、両方やっていただけたらもちろんいいと思うんですけども、どうしてもそれでまとまった時間取れないということは、とにかく隙間時間の達人にするということですね。まあ隙間時間にしたからスマホとか見てるような人はもう終わりですね。それはね、時間の使い方的なんですね。スマホなんかはもう一日に数回見ればいいわけですから、それはね、休み時間ごとにスマホとか見てるって時点で無駄な時間の使い方をしてるなって私は常々思うわけですけども、もっと自分にとって本当に優先なことは何なのかと、まあスマホで情報をチェックするということがあなたの人生において一番優先なのであれば、それはスマホを見ていいと思うんだけど、多分そうじゃないんじゃないかなということで、自分にとって何が重要なのか、自分の優先順位というものをね、改めて考えてみたらいいのではないでしょうか。自分の時間を作れませんの対処法。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は伊豆高原池の里山というところからお届けしています。今日質問いただきました。さくらんぼさん、28歳、女性、休日に取りだめた番組や積ん読の本を消化したいのですが、眠気に襲われて寝てしまいます。寝ずに消化できる方法がありましたら教えてくださいという形でですね、自分の時間を上手に使いたいってことですよね。せっかくの自分の休日の時間なんだけど、疲れて寝てしまうとか、あまりクリエイティブな活動に向けられないという方も多いと思います。サラリーマンや OL の方、忙しく仕事されてる方っていうのは疲労も溜まってるし、なかなか休日とはいえクリエイティブに使えないっていうね、人が多いのかもしれません。あるいはよくあるのが、仕事終わって帰ってからね、何かやっぱりそういう勉強したりとか、そういったことを自分の時間を有意義に使いたいんだけども、やっぱり疲れてしまってできないっていう方も多いと思うんですね。そういった方に対してどう対応していけばいいのかということですけど、これは神時間術でも書きましたけども、やっぱりこのね、忙しいビジネスマンの方っていうのは、隙間時間を活用するしかないんじゃないのというふうに
うに私は思いますね。こう有益なインプット時間をどう使うかっていった場合において、やっぱりこの隙間時間っていうのが一番いいんではないかと。隙間時間というのは通勤時間ですね、あるいは何か人と待ち合わせして待ってる時間とか、昼休みのちょっとした空いた時間とか、そういう時間っていうのが隙間時間と呼ばれますけど、上手に使うと1日2時間以上はあるはずなんですよ。通勤とかされてる方の場合は通勤時間っていうのがそのまま隙間時間として使えますので、ですから隙間時間をインプット時間として、あるいは自分のクリエイティブな時間として活用できるかどうかっていうところが、サラリーマンビジネスマンにおいてはかなり最もって言っていいぐらい重要な時間術ではないかと思うんです。ですから電車に乗ってスマホを見てたりですね、スマホでゲームやってたりっていうのは最ももったいない時間の使い方、一言で言うと時間の無駄だと私は思いますね。なので例えば通勤で1時間で通勤してる人、行って帰ってきて2時間ですから、ちゃんと読書すれば2日で1冊ぐらい本読めるわけですよね。それ毎日やったらどれだけインプットできるんだっていう話になります。あるいはですね、私なんかは電車で動画とか見ることもありますけども、テレビでもまとめ撮りしたものとか、あるいは例えばアニメとか、あとテレビドラマだと TVer とかでも見れますけども、家でねドラマだけ見てるってちょっともったいないですよ。時間の使い方としてね、いろんな使い方ができるわけですから、家にいる自由時間っていうのは。だから移動時間にドラマ見たりとか、私がよくやるのはスポーツジムでウォーキングマシンに乗りながらテレビドラマを見るっていうのは結構マイブームっていうか結構好きですね。なぜかっていうと、だいたい45分ぐらいですよテレビドラマっていうと。そうするとちょうどウォーキング時間としていいですね。1時間超えると結構疲れちゃうんで。あるいはアニメだと20分ぐらいだから、アニメ2本ぐらい見ると40分ぐらいなんで、これまたちょうど運動時間としてねすごくいいなっていうのがあります。なので運動時間も運動をしながらのながらですから、隙間時間という形に、ね、なってくると思います。あるいはそういうとにかく隙間時間を上手に活用するっていうことが、いろんな細かいことをやっていくのにとても重要じゃないかなというふうに思うんですね。だから行きは勉強で、帰りはもう疲れてるから読書もできませんよっていうね方もいらっしゃると思うんだけども、そういう時は帰りはアニメ見たり、なんかドラマ見たり、スマホでね見るっていうのもありかなというふうに思います。なんとなくインプットするのが一番良くないんですよ。私テレビとかは見るのは大嫌いっていうか、テレビとか見るなとかいうことをいろんなところで言ってるけど、どうしても見たい番組は見ていいんですよ。それはその人にとっての非常に積極的な娯楽でありね、どうしても見たい番組とかは見てもいいと思うんですけど、テレビのダメなところは関係のない番組、大して見たくもないものまで見てしまうという、つまり目的のないインプットが良くないのです。スマホを見ながらいろんなのを見るっていうのもあるけど、目的のないインプット全部忘れちゃうので意味がないんですよね。だからそういう目的のないインプットに使うんじゃなく、目的のあるインプット、娯楽も含めてね、隙間時間を使うっていうのがとても人生を有意義にするというか、密度の濃いものにしていくというふうにね私は思います。ということで、サラリーマンやビジネスマンにおける最も重要な時間の使い方は隙間時間を活用することです。これはどんなに忙しくても隙間時間は必ずあるはずなんだよね。そこをうまく活用すると皆さんの人生がガラッと変わるということがありますので、ぜひやってみてください。カバサワの時間術については、神時間術という本でね、もうものすごく詳しく解説してありますので、さらに時間術の質を高めたいという方は神時間術の方も読んでみてください。カバサワが最も大切にする時間術ベスト3。樺沢さんは非常に時間の使い方を工夫していると思いますが、樺沢さんがやっている時間術の中で最も重要な時間術を3つ教えてください。わかりました。第1位は、集中力のある時間帯に集中力のある仕事をする。これですね、樺沢が最も重視している。まあ、これ神時間術に書かれている本質でもあるんですけども、時間っていうのは皆さん24時間しかないと思ってるんだけど、もっとあるんですよね。横軸に時間を取った場合、縦軸に集中力というものを取る。そうするとその面積が皆様の仕事の効率というものを表すわけです。だから集中力を2倍にすれば面積は2倍になるので、2倍仕事がこなせる。つまり同じ1時間でも集中力を高めて2倍の仕事がこなせるようになれば、それは2時間分の価値があるっていうことなんですよ。午前中というのは1日の中で一番集中力が高い時間帯です。ですから午前中にどんな仕事をするのかってことが一番重要ですね。だから別に何か特別なことをするわけでなく、仕事の始めにその日のうちの一番骨太であり大変であり高い集中力を要する仕事をするという、ただそれだけでですね、まあ1日が2倍ぐらいになりますね。なぜならば、その骨太な仕事というのを夕方にやると、朝やれば1時間で終わるものが夕方や夜やると2時間3時間4時間3倍から4倍ぐらいの時間がかかってもおかしくないんですね。なのでそれを朝一番の集中力が高い時に一気に片付けると、あっという間に終わりますね。今ちょっとこう旅行してるんですけど、朝の2時間でセミナー1回分の60枚ぐらいのスライドのドラフトというか大体の流れを作ることができました。それはとにかく2時間で集中してそこまで終わらせようというふうに決めてですね、午前中の一番集中している時間帯にその仕事をするということをしただけなんですけども、これがまあとても効果的ですね。
皆様方はとにかく集中力が下がっているのにダラダラと非常に厄介な仕事をするというのが皆様の習慣ではないでしょうか。そういう厄介な仕事は午前中に終わらせればいいんです。しかしながら皆様方におかれましては、例えば朝仕事を始めていきなりメールを開いてメールの返信をする、メッセージの返信をするという、まああまり優先度がないような、まあどうしても緊急の返信は必要かもしれないけども、それで30分ぐらいロスしてるわけだけど、その30分っていうのは私にすればその30分で1時間半とか2時間分ぐらいのロスをしてるようなもったいなさがありますけどね。ということで集中力のある時に一番集中力を必要とする仕事をするだけでですね、まあものすごく仕事はかどるようになります。小笠原が意識している時間術2つ目はケツカッチン仕事です。ケツカッチンというのは業界用語で、次の予定スケジュールが入ってますというのがケツカッチンということなんですけども、例えば7時から映画を見ようと思って映画のチケットを予約したとしましたら、仕事6時半に終わらせて7時に映画館に行かないと映画のチケットが無駄になってしまいますよね。だから必ず6時半までに全部今日の仕事を終わらせるということができるようになります。制限時間を決めるということです。でこの制限時間を決めないと、とにかくダラ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 と長時間にわたってパフォーマンスが低いままやってしまうわけです。ほとんどの人は残業とかの時に仕事が終わったら帰ろうと思ってやるわけですね。仕事が終わったら帰ろうというのは制限時間を決めないでダラダラやりますという宣言に他ならないです。9時までに必ず終わらせて帰るというふうに決めれば9時までに終わらせるわけですね。終わるんですね。実際例えばさっきの7時に映画のチケットを取ったら仕事が終わらなくていけませんでしたってことはまず滅多にないはずなんです。少なくとも私はないですね。一度もね、仕事が終わらないから映画見られなくなったってことはないですね。ケツカッチン仕事です。時間を決めて仕事を終わらせる、ちゃんと習慣をつけるとですね、実際2時間なり3時間なりで一気に集中力が高まって一気に仕事が終わるんですね。これ普段あまりそれが慣れてない人が、例えばあと2時間で全部終わらせるぞって言ってもいつも4時間か5時間かかってる仕事をあと2時間で全部終わらせるぞって言っても無理なんです。だからケツカッチン仕事術もある程度練習していくことによって高い集中力を発揮する。適度な緊迫感がありますとノルアドレナリンという脳内物質が出ます。ノルアドレナリンというのは皆様の集中力をすごく高める、脳のパフォーマンスをものすごく高める物質ですね。それが出ると実際に脳のパフォーマンスがものすごくアップして、本当に4時間かかる仕事が2時間で片付くわけです。実際夏休みの宿題を1日で終わらせる小学生や中学生っていうのはこのノルアドレナリンというのが出てるんです。実際に夏休みの宿題を夏休み最初の1日で終わらせることはほぼ不可能ですけども、最後の1日で皆さん終わらせますよね。それがノルアドレナリンのケツカッチン仕事術とかです。ということで皆さん仕事をやる場合は必ず制限時間を決めるとか、この仕事は30分で終わらせる、この仕事は2時間で終わらせる、この仕事は何時まで終わらせるってことをきちんと決めた上で緊迫感を出しながら仕事をしていくということがものすごくいいパフォーマンスを生みます。カバサが注意している時間術ベスト3は、1つの時間に2つ3つの価値を持たせるということですね。どういうことかというと、今九州の小倉に来てます。今小倉城の前でね動画撮ってますけども、まあ、ちょっと小倉にちょっとした仕事があったので来たんですけども、まあ、普通の人はですね、仕事で来ましたと言って仕事終わったら帰るんですよね。例えば大阪で講演しました、私の友人とかも大阪で今日午後から講演しました、はい終わりました、今日また東京に戻りますって言って仕事だけして帰るんですけど、わざわざ時間かけて新幹線代や飛行機代かけてわざわざ行ってるのに仕事だけして帰るっていうのは非常にもったいないですよね。だから YouTube 動画をこうやって撮影します、あるいは観光してエンジョイします。巻いたのですね。あと必ず私は美味しいものを食べます。その土地土地で一番美味しいものを調べて食べる、その場所で土地の一番の名産品を食べる、その場所で一番美味しいものを食べるってことにこだわっていくので、これ楽しくてしょうがないですね。そうすると仕事にもやる気が入りますし、仕事のパフォーマンスも上がります、モチベーションも上がります、よし頑張るぞっていう気持ちにスイッチも入ります。なんで仕事の効率もさっき言ったように高まる、集中力も高まる、早く終わらせることができる、集中していいクオリティができるっていう連鎖が起こってくるんですね。なのでなんか、まあ、皆さんそういう真面目というかですね、出張したら仕事だけやってパッと帰るっていうのは私は非常につまらない生き方というか、皆さん時間を使ってただ仕事するために生きてるわけではないでしょう。人生を楽しんだり幸せになるために生きてると思うので、だからそのためにはただ仕事のパフォーマンスを上げるのではなく、そういうエンターテイメント、まいたの楽しむということも時間の中に盛り込んでいく必要がある。だから貪欲に遊ぶ、これも非常に重要な時間術ですね。仕事もバリバリ頑張る、でも遊びもバリバリ頑張る、遊びにも貪欲になる。仕事をバリバリ頑張る人はすごく多いです。多くの人は仕事を頑張ろうっていう人がほとんどだと思うけど、遊びを頑張ろうっていう人は少ないです。おそらく1割とか2割ぐらいだと思うんですね。なんで遊びを頑張らないから仕事のパフォーマンスが上がらないんです。仕事ばっかりやってるから疲れてるんですよ皆さん。遊び楽しむということは皆様のリフレッシュにもなる、つまり仕事のパフォーマンスを高めるためには遊ばないといけないんですね。これがきちんと土曜日曜でリフレッシュしないといけないんですね。時に休みを取ったりしてですね、完全リフレッシュしないといけないんですね。
そういったことをするということは、実は日々の集中力を高めるということにつながってきます。ベスト1のね、集中力を高めた時間術としましょうというふうに返ってくるわけですね。というような3つの時間術が、樺沢が最も注意を払っている時間術と言えるのではないでしょうか。今日の話はですね、樺沢の3月30日に発売されます漫画でわかる神時間術の方にもほぼ同じ話がですね、収載されておりますので、もう少し樺沢の時間術知りたいという方はですね、この漫画でわかる神時間術の方をぜひ読んでほしいなと思います。カバチャンネル3313本の全動画リストをプレゼント。ダウンロードはコメント欄のリンクから。趣味の時間がないの対処法。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル。今日は質問いただきました。カナオさん34歳男性。仕事が忙しく趣味の時間が取れません。小さなことだけでもやろうと思いつつ、疲れに負けてしまい先に進めない毎日です。疲れている中でも物事を少しずつでも進められるような気力を持つコツなどはありますか？趣味っていうのを暇な時とか時間の空いた時とか余暇の時間にのんびりと行えるとすごくいいと思うんですけども、実際問題として忙しく働いているサラリーマンの皆さん、主婦の皆さんはそういったまとまった時間を取るというのはなかなか難しいんじゃないかなというふうに思います。私なんかの場合でやっぱりそうなんですけども、例えば私は映画を趣味にしてますけども、映画っていうのも2時間かかります。見るのにね、行って帰ってくるのにもまた時間かかったりするから、やっぱ3時間ぐらいのまとまった時間っていうのが必要になってくるんですね。だから映画好きなので映画できるだけたくさん見たいっていうふうに思うけども、その3時間の時間を日々の生活の中で確保するっていうのはそう簡単ではないんですね。だから私の場合はだいたい夜9時からの回を見ることが多いんですけど、夜9時から12時の時間が空いていましたら必ず映画館に足を運ぶようにしています。そうでないとすぐ見たい映画終わってしまったりですね、なんだかんだ言って本当月数本しか見れないで終わってしまうってことになるので、遊びとか趣味って貪欲にならないと遊べないんですよ。なんとなく暇な時になって楽しもうと思ってたらですね、時間がなくて結局何もしないでできないで終わってしまう。趣味や遊びっていうのはすごく楽しいんだけども、ある意味時間術と組み合わせていかなくてはいけない。楽しむための時間をきちんと生活の中でキープしていったり作り出していく工夫、だから仕事早く終わらせてその後に時間を作るという風にね、やっていくことが必要。漫然と暇な時に趣味時間で遊ぼう、のんびりしようっていうのはなかなかね難しかったりしますので、遊ぶためにも努力というかな、意識というか時間を作ろう。またですね、例えば私なんかの場合、夜9時からの映画を見ようと思った場合、それまでに全ての仕事やいろんな業務っていうのが終わってなきゃいけませんから、それまでに頑張って仕事をしようというモチベーションにもなるんですね。ということで、趣味や遊びをするのにも実は時間術が必要だし、皆さんの努力というか工夫というのが必要になってきます。ですから楽しむための時間を作り出すということを日々の生活の中で意識してください。そうしないと遊ぶ時間とか楽しむ時間、つまり皆さんのリラックスであるとかリフレッシュ、気分転換の時間っていうのがどん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 少なくなってきて、なんとなく疲れたから横になってテレビ見て終わっちゃったわっていうような毎日になってしまうと、実は皆さんの生活のグレードというか楽しみのレベルっていうのがね、漫然とどん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 下がっていってしまうので、積極的に自分から時間を作って遊ぶっていうことを皆さんぜひやっていただきたいなと思います。